いやじゃあ高校お願いしてもいいでしょうか。さらに素晴らしいオイランドウォーターを。まあでもよくオイランドウォーターとか、まあ、水と油とか言うんですけど、実はまあ関西では、まあ、キャノーラとクリスタルカイザーっていう素晴らしいタイトルがついてます。3枚3枚です。キャノーラと、まあ、こっちキャノーラですね、まあ、どっちでもいいですけど、こっちクリスタルガイザー使います。どっちもいいですね。もう完全にどっちも、もう時には違う。あでも完全にもう公明盛大に、あ間違いないですね、うん、間違いなくこう黒赤を完全に混ぜます。大体キャノーラとクリスタルガイザーが分離する時間っていうのはこれぐらいの時間なんです。一瞬なんですよ。でこう振るとキャノーラとクリスタルガイザーっていうのは、まあ、こんな風に一瞬でちょっと混ざってしまう、ね、でこれちょっともう一回やってみたいと思います、はいはい、でここから、まあ、適当に、まあ、混ざった状態で置きます。でここから、まあ、見て分かる通り、まあ、キャノーラとクリスタルガイザー混ざってるんですけど、だいたい分離する時間はこれぐらい。もう本当に一瞬でキャノーラとクリスタルガイザーが分離して、これで完全な、素晴らしい、おー素晴らしい。